なんかこの書く感じいいな。フリップ感ある。あ、そう、ちゃんとクイズっぽいやつ。なんか回答する押せばいいの。は？なにこれ。で、マウスで書くんじゃないですか。キーボードで入力って書いてるけど、下に。来た来た。あ、どっちでもいいのか。ああ。もう回答したわ。もう余裕ですよ。うん、こんなんね、あ、これなん、なんつったこれ、クイズ。占いでよく使うアイテムはみたいな。ああ、はい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 。もうね、一致しちゃうのよ。もう余裕ですよ。みんな繋がってんのよ。さすがにさすがに。そう。回答者5人。結果表示ドン。え？マジでごめん。マジでごめん。何これ？マルセ、何これ？いや、水晶だろ。いや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 。みんな仲良く。言葉使えよ。一人やばいやつおる。言葉使おうよ。一致しとるとか言って。ロがマイクラの、あの、マイクラの何かなんや。タロットみんな。タロット、タロットを使うもんね。タロットもむずいな。ファンタさんの水晶切れすぎだろ。めっちゃいい、まあ、マウスなのに。ねえ、マウスなのに。ブブーです。あ、これ全員で一致させるゲームなんですか。そうです、そうです、そうですよ。そうよ。そういうこと。だから、尖っちゃうとちょっとダメなのよ、これ。なるほど、なるほど。一般的なやつ欲しい。だからまあ簡単に言うと誰がずれてるかってことだよね。そうそうそう、目立ちたがりはちょっとね、よくない。いや、これもう、んー、これむずいな。これはもう、これはもうでしょ。これはもうでしょ、さすがに。さすがにこれはね、これむずい。秋だよ、秋。秋っすね、秋だよ。これ合わなかったらガチで俺も抜ける、寝るわ。これは寝よう。これは合うでしょう。これはもう常識よ。寝ないでほしい。結果どう？ガチで頼むよ。あっ、おい、上手。そりゃそうよね。3までいい、これ合ってる。いや、俺3まで合ってたんですけど、え、あの回答遅れてなかったっす。あれ？ファンタさんいない。じゃあダメだ。いや、ちょっと待って。3番にしてた。いや、じゃあダメだ。いや、もうマジで出してないもんだって。ファンタさんライブ見てほしいぐらいの。マジか、怪しいよファンタさん。マジか、怪しすぎるよファンタさん。しかも漢字で書いててちょっと書き直してた。 G 始まる。うわー、マウント、マウント来た。違う違う違う。あー、これは、え、何これ。これはいけるわ。犬が、え、昔話？あ、昔話ね。うん、もう終わりよ。え、これは、これか、さすがにこれか。これよな。これよ、もう。逆にもう答え出てないのが時間かかりすぎるわっていう。え、これだろ。え、多分これだと思うけどな。出しました。ワンちゃんだよね。犬犬、出しました。うんね。ファンタさん出した？ダシャドン。あー、そっち。ええ、何、マルセさんの何これ。フランダースでしょ。うーわ、尖った。いやいやいや、尖った。桃太郎、桃なんですけど、桃太郎の主人公、桃太郎なんですけど。いやいや、登場するだから。そうだ、そうね。いやいや、フランダースはいるんですけど。昔話っていう。でも、あ、それめちゃめちゃ昔話じゃん。違うな、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 違うな。ちゃんと書いてないところもなんか目立とうとしてるよね、やっぱ。あー、花坂じいさん、確かに。花坂じいさんは、花坂じいさん、どこに犬おる。いや、いや、犬だろ。いや、掘るだけですやん。犬だろ、あれは。ここ掘れみたいな。いや、そうそう、マジ、ガチ、ガチで、ちょっと切れそうなのだけ一応伝えとくね。うん。桃太郎は、桃太郎は、桃太郎やん。だって、花坂じいさんはじいさんやん。うん、フランダースは犬やん。でも、昔話のイメージあんまないけどな、フランダース。昔やん。昔話。昔で言うと一番桃太郎が古いかもしれない。うん。ファンタさんも尖ってんのよ。尖りがすごい。集まりね。ちょっと。ナルスさん尖っちゃってんのよ。こっちが悪いね。そうね。そう。
風を起こす道具。うん、これ。これはさすがにね。これじゃない、この。よし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 。これはさすがによ。誰？兆候。あ、お供え？お供え？そうよね。きなこー。違う。違う。扇風機は今の時期だ。うちは使う？逆に今。風を起こす道具。起こすやん。起こすだから自分が起こす感じ。そっち起こしていただいてるやん。ああ、そういう考えね。そういう考えね。負けでいい、負けでいい。なるほどね、そういう、いや、なんか目立ってきたな、なんか。ダリーこれ。目立ってきた、これ、ハートやるとダリーって。はいはいはい、見えてきた、じゃあ、一旦次行こう。ちゃんと負けでいいわ、ギリギリ。ずっと、ちゃんと書こうよ。謝ろう。いや、絶対謝ろう。絶対謝ろう、それは。寝坊した件については。あ、それは本当にすいませんでした。それはね。それは。なるさん、字書きなよ。俺は絵ホタテやん、それ。ホタテやで。持ち手が。じゃあ、ホタテで風起こすの、バニは。はい。起こさんで、お疲れ。次行こうぜ、ラッタ。行こう。ああ。いや、これは。これはもう一択。これは一択だ。これは一択でしょ。これでしょ。これだよ。尖ったらダメっすね。これはこうでしょ。うわ、なんか二択やな、これ。これ二択出てくるな。二択だな。いやでもさすがに、でもだってもうこれはそうでしょ。これで兆候マジか、誰か。うわー、そっちかー。いや、あの一番終わってんのバニじゃない、ひらがな一文字じゃなくない、これ取りに行ってない？これちょっと尖ってる。尖ってるし、絵で描けよ、ちゃんと。絵描けよ。ひらがな一文字って言われたら俺のルールは、だってもう絵で貫くって言ったやん。絵で貫けんよ、ルール。貫こうよ、それは。ひらがなでいかんといけんでしょ、それは。そこは従うんだ。そこは従うのに。偉いな。いやでも、数で言えば目が悪いな、これ。目が悪い、さすがに。いや、目か手かで言ったら、じゃあどっちも大事か。どっちも大事よ。ごめん、数に分けるわ。頭がしもんで。よし、よし。すまない。あ、これは。足が長いイメージのある。いや、これはもう。ちょっと待ってよ、なんだ。いや、これはもう。これはイメージ。嘘。こういうのはパッと出たやつがいいよ。これだな。パッと。ちょっと待っていいですか。そうだね。あ、これ楽しみだな、絵。もうずっと絵のターンや。そうなってきたら俺も。これイラスト楽しみだな。おい、時間かかってる？絵これ。ねえ、絵は終わってるよ。終わってる？うん。いや、これ尖ってるのかな。誰？ファンタさん？いや、俺終わった。はい。フラミンゴだよね、バニさん。フラミンゴだよな、やっぱ。だってキリンは首だよね、長いの。キリンは首だぞ。いや、足も長い。サイズやん。うん。それ。そう、サイズじゃん、もうそれは。うん。動物だからな。でかいだけや。フラフィングも動物じゃん。長いです。動物だから。違う。比率の問題。イメージ的な問題ね。長いです。いや、そうかな。ファンタさんの漢字マウントやばいな。ありがとう。漢字マウントもあるか、これ。ありがとう。ありがとう。え、減った。フラミンゴか。どっちに言ってる？どっちに言ってる？どっちもやね、これ。次行こうか。いや、だってせかすんだもん。今ジャニーズで持ってる。今わからん。今でしょ。わからんわ。今
え、わかんない。今好きなのでいいのかな、わかんない。今勢いのある、今、うわ止まっちゃってるな。多分これじゃないかな。さすがにこれ、これ一致すればいいんよな。これわかるかも。よし。いや、なにわ男子よね。なにわだよね、絶対。これ、わかんないとかあんま言えんやん。や一致させようぜ。そこは。なにわ男子知らんか。なにわ今結構来てるけどな。知らないよ。もう、投げてるやん、バニラさんはもう。投げようぜ、みんなで。投げようぜ、それは違うな。放棄してるやん。トキオって。トキオ。何がトキオ。トガってない。トガってない。全然勢いあるでしょ。いや、平成ジャンプも、いや、トキオバカにした皆さん。平成ジャンプはわかるけど。してない。ちょっと尖ってるでも。尖ってる？うん。いやでも今一番で言ったら何話男子なんじゃない、やっぱり知らなかった何話男子。あ、マジか。まあいやこれは、いや勉強ありがとう、知れて嬉しい、知れて嬉しいわ。いやこれはこれはもうこれはやばいわ。これは絶対合う。これはやばいだろ。これはこうでしょ。これ合わんかったらちょっと引くわ。ちょっと引くね、これは。一択だもん。うん、いや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 、若すぎるんだ、若い感じ。ああそういうことか、ジェネギャってことこれ。いやいや、ジェネギャね、ジェネギャね。ジジイいるだろ。なるほどなるほど。ジジイいるだろ。気になる。中身の色変えてどうすんねん。スイカは緑だろ。どう考えてイメージは赤じゃん。いや緑だ。いや緑。いや緑。いや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 。待って、スイカって言っても外から見たら2色あるじゃん。濃い緑と薄い緑、じゃあ濃い緑か薄い緑かで言おうよ。薄い緑か濃い緑って言ってるやん。でもその分、その点、その点ね、うん、赤なのよ、開けちゃったら。そうよ。じゃあどっちが分かりやすいかって。でも種入ってるから黒、黒あるやん、うん、種はその時はだってないもんね。若者だし俺ら俺ら分かんない、そんな種は考えないものって。分かんないよ、考えないものとする。分かんない分かんない、種は考えないものとするって。どうやって食べ最初前提が。でもなんかね、そう、黄色いスイカもあるから。あ、そうね。あ、じゃあ赤じゃん、中赤だから。あ、じゃあ黄色が中、中身が黄色い。外は緑で、ね、マジ気にせんでいい、あの、このおいちゃんたちが本当に。あ、そっかそっか、若いもん、若いもんね、若いもんね。バニラ、おっさんマジか。LINE できてない、ナルシさん。いや、これはもう、ね、LINE だ。え、ちょっと待って、むずいな、これ。おかえりなさい。おかえり。これ多分入れるんだよな、途中で。どっちに合わせたらいいんだ。あ、なったなった、野球漫画。あ、そうそう、それを回答するっつって、あの、全員一致しないといけん。回答が。ま、マジか。え、ナチョさん、はい、スイカって何色ですか？赤。きたー、うわー、はい、これは赤です。おかしいわ、もうおかしい、若いってる、マジで。おかしいわ。いや、あの、俺ときなこが赤って言って、後の人みんな緑って言ってて。え？あー、いや、おかしいわ。赤だよね、どう考えても。赤ないんだよな。間違ってるよ、さすがに。あと2人です。いやーちょっとこれは合わせんのむずいな。あ、こ、あ、なるほど。いや、これファンタさん俺と一緒だよきっと。え、なにこれ、え、本気で分かんない、うん、これはね、俺と一緒。いや、パッと出たのはあっちなんだけど。はい、ドン。え誰も嘘でしょ。誰もにあるのってか、野球漫画ってこんなにいっぱいあるんだね。ドカベンはちょっとジジイすぎるな。いや最初巨人の星って感じ。ドラベースやけどな。え、これ各々の世代ってこと？ドラベースだろ。いや世代で言うとドラベースって何？世代っていうかわかんない。そもそも全然知らないや。ドラベースだろ。わかんないな。聞いたことない。
え、メジャーはガチで言ってる？うん、あー、メジャーって聞いたことある。え、ドラベース知らない？初めて聞いた。オッケー。え、ドラえもんのやつですよね、ドラベース。え、そう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 。きなごさん、同い年。やめて。違う。若い。俺赤だから若い。これはね。うわ、わかんない。いや、これみんな金持ちだから。高級車。いや、庶民の高級車で行きたい。これじゃない。いやでもファントさん、あれよ、これは合わせるんだよ。自分の価値観じゃなくて合わせる。みんなに合わせに行くの。そう。高級車、え、どのぐらい？いや、高級車といえばこれよね。これでしょ。いや、車わからんでも。え、一般的な高級車やもんね。まあまあまあ、だからここのみんなが高額だろうなっていうやつ。ええ。いや、これはね。みんなが書くやつ。さすがに合うよ。これは合うと思う、俺も。みんな信じろ。信じろ。信じろ。みんなが書きそうなやつってすごいやつかな。いやいや、よくはないけど。よく言う高級車。高級車と言ったら、これってやつあるでしょ。3択ぐらいあるなんか。まあまあまあ、そこから確かに俺も2択ぐらいある。俺も2択はあったね。いや、1択なんだけどな。あと1人です。うわっ、よっ、そうよね、そうですよね。いや、ですよね。そうだよね。俺ら、これは合うと思うみたいなこと俺らだけ。え、でもフェラーリって高級車のイメージない？いや、すそうだけど、でも、ちょっと高すぎるんだよね。なんか、高級車がすごい高すぎるものなのか、なんかまあ、高級車って言われるやつなのかが分かんなかったな。むずい。まあやっぱ、これはやっぱ CR はやっぱもらってるからね。CR はもらってる。フェラーリ、ポルシェ、尖りマジかこれ。うん、尖ってはないけどまあ。ベンツだったか。ベンツ、幅広すぎんだって。あ、詳しいんだ。ありがとう。高級車。広い。まあ、確かに高級車詳しいんだ、きなこさん。いやいや、全然知らない。だって免許持ってないですか、知らない。これはもう。あ、これもう、これはこれ。もうね、待って、これ絶対無理だって。これじゃない。何これ。いや、ね、最強、絶対合う、ね、最強のキャラクター。誰の最強。え、これじゃないの。これやばい。漫画史上これやばい。これじゃないの。え、これ俺一番最初に出たのあれなんだけど。わかんねえ。これじゃない。最強。最強でしょ。最強ってだよね。最強でしょ。え、みんなで何でもできちゃう。うわ、待って、いや、みんな並べて戦った時誰が残るかだよね。誰が一番強いかでしょ。あ、そっか。いや、俺はいや、でもこれだと思うけど、これだと思うけどな。これしかないけどな。え、きなこ絶対一緒だよ、俺たち。一緒だね、これ絶対。一緒だ。決まったわ。多分俺のときなこのが戦ったらもうどっちも立ち直る。うん、そう、互角の、ほんと互角。どっちも砕けるか、どっちかでしかない。五分五分やね、これ。うわ、分かってないか、みんなさ。いやー、これだけだな、絶対。ドン。うわおい、ファンタ。いや合わせたけどね。お前がナンバーワンだって言っちゃってるから。そうか。言っちゃってるからもう。そうか。認めちゃってるから。いや、わかったけど。ハンマユージローじゃない。ハンマユージローじゃないの。ちょっと思った。ハンマじゃないの。ね。ちょっと思った。ハンマユージロー。だって地上最強よ、ハンマユージロー。違う。全部グーパンチ一発よ。埼玉って確か。でもハンマユージロー背中に鬼飼ってるよ。まあね。じゃあ。鬼の元気玉には勝てないんじゃないかな。この6つ合わせて一番強そうなのどれかって言ったらドラえもんなんだよな。でしょ。いや、ドラえもんでぐちゃぐちゃにしてやればいいんだよ。ぐちゃぐちゃ。いない世界行ったらいいしな、そもそも。まあそうね。埼玉がいない、もしも埼玉がいない世界にとかね。いや、あのちっちゃくして潰せばいい。ああ。独裁スイッチとか持ってるから。うわ、これはもう、いや、これ世代分かれるでしょ、絶対。え、世代とかあんのこれ。え、分かれないの。あ、でも後か。これこれでしょう。あと、スポーツの後、スポーツの後に飲む飲み物。
アートか。さすがにだろ。アート、一応これ合わせに行こう、みんなに。尖んないでね。なるせ。尖んなきゃいいのよ、全然。うん、尖りたがってるな。尖りたがってる。尖りたがってる。そういうのいいよ。うん。合わせてこう、一回は成功しよう、みんなで。うん、ちなみにこれ、終われま10だから10回だよ。え？え、そうなの？一応ね、一応。ああ。こっちよね。あれ？え、待って、なんか、え？で、バニラ。尖ってるって。尖りすぎだって、それは。どうして、どうしてだ？水のことドリンクって言う派？水はドリンクよ。水飲む？水ドリンクっていう？え、スポーツの後は、まあポカリはわかるよ、まあ、ポカリは正直アクエリかポカリどっちでもいい。ポカリはねわかるけど、いえいえ二択よね。二択だ。そういうのいいよ。俺は間違ってない。あの狂ってるこの世界が。いやでも水っていう選択肢もマジであると思うんだけど、ドリンクって言われたらやっぱ味ついてるもんだよねっていうのはみんなの前提上。そう、スポーツドリンクって書いてあるしね、問題に。いやドリンクはだって液体やで全部。うん、うん、次行こうか。わかんないよ。わかんない。これわかんない。待って、芸能人は YouTuber 入りますか？あ、入んない。入るかな。もう YouTuber もわかんないよ。入んないにしよう、じゃあ YouTuber。OK。YouTuber なし。入んない。え、この人って大食いだっけな？これはもう、これしかないのよ。誰がいるんだ？名前を知らないの、いっぱい食べてる人を見たことあるけど。あれこの人、え、違うわ。やっちまったかもしんない。あれこの人、まあいいか。二択よ、もう。いや二択、いやこれ二択マジ二択よ。いや二択だった。おーい。そうだよね。ちょっと待って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 、ナチョソネチよ、はい、ナチョ。ジャイアントババね、はい、ジャイアントシロ、シロとババ、シロ違う違う、ジャイアントババさんは違うでしょ。シロタね、シロタね、シロタかソネかなって思ってたババ言ってた。シロタやから、これ、考えてたのはシロタやから。ババ名前が分かんちゃうかっただけで。ジャイアントババって誰だ？プロレスラー。いたのよ。ほえー、ほんとはカービィ芸能人扱いか。いやもう絞ったん、人によるからね、芸能人の定義は。そうそうそう、うん、まあね、確かに芸能関係者でもあるからカービィは、うん、結構やばいか、みんなやばいね。やばいね、合わないね。ソネ呼びもやばいけどな。ソネ、ソネよ、ソネ呼びやばい。ソネかシロよ。友達やん、もう。あれ次の問題いけない、終わり。あれミスりすぎた俺ら。はい、エラー吐きましたんで、これは終わりです。